じゃあまずいつも通り漢字どこですか。はずですね。どっちかでもいいよ。田んぼの田と石。てどうしたどうしたどうした。黒瓶こっちか、黒瓶こっちか。うん、はい、ということで今日は息子が漢字を頑張っております。で、我が家はですね、1日2つずつ覚えていこうぜっていうことで、こうたまたまね、家にあったうんこ漢字ドリル1年生用があるので、まあ、これを1枚破って2個ずつ覚えていくっていうのをやっております。じゃあたまには忘れる時あってそうだね。今日の漢字は何ですか。大使。大使、あー大使な、田んぼの田と石ね、うん、省略すんなよ、分かんなかったよ今。で、一応自分のルールとしてはですね、もちろんある程度綺麗には書いてほしいっていうのはあるんですけど、まあ、めちゃくちゃ綺麗じゃなきゃダメっていうのはあんまりやっていなくて、形を覚えるのと書き順はきっちり覚えるようにしてるんですが、まあ、そこを大事にしてます。まあかね、綺麗に書けたらかっこいいんだけどね。誰が一番どれが一番いきましょう。あ、ちょっと白飛びしちゃってるけど、どれだろうな。あ、でも一番左かな、水田の、一応3番のタが一番綺麗かも。それいいね。はい、じゃあ次、裏行きましょう。石ですね。石さ、横ピーって書くじゃん、一回。で、斜めのシュあるじゃん。そこ払いね。シュって。あ、そう。いい感じ、いい感じ。でも2個目の石めちゃくちゃうまく書けたな、それ。これ？すごい綺麗。あ、いいじゃん、いいじゃん。うん、口が離れちゃダメー。惜しかった。最後頑張れ。じゃあ行きますよ。うん、はい、1問目、大、大きいですね。大きい。そうですね。そう、かわいいな、その。次、じゃあその前行こうか。大きい、小さい。ん？大きい、ね、小さい、あ、大きい書いたから次小さい。2問目。小さいやったっけ？え？あ、違う、それ水。水書き順違うし。そうだね。あー、形合ってるけど書き順が違う。水と一緒で、うん、そうだ、そうだ。跳ねるとこ気をつけて、跳ねるとこ気をつけない。ん？ん？ん？そう、跳ねるよ。そう。はい、それ小さいですね。山は昨日やったんよ。昨日山と川だったじゃん。簡単って言ってたやつよ。川。うん。あ、川覚えてんじゃん。うん。山。あ。お。そこがついた。めっちゃ、でもホワイトボード滑るんよね。書きにくいよね。そう。めっちゃ出た。口のよだれ、なんかベロみたいな。じゃあ次、苦手な手ですね。あー、すげえ、ちゃんと斜めそっちから行けてる。オッケー、羽はどっちじゃ。オッケー、いいじゃないですか。こう書いて、ここで口書く。あー、やってみ。ちょっと石をやりたい理由があるんだ。じゃあ今からやるのは、岩あー、すげえ、よく分かったよ。岩がやりたかったの。岩って、本当は1年生習わないんですけど、だいたいさ、前もさ、火だったらだいたいみんな炎ってじゃん。氷、アイスだったらだいたい氷、あ、石だったらだいたい岩とか。そう、なんか別に1年生習わないんだったらやんなくていいとは思わないんですけど、せっかく漢字やってるんだったら組み合わせてパズルみたいなのが好きで、例えばさっき山やったじゃん、うん、いい、山をね、ちょっと大きく書くんじゃなくて横の平べったい山を書くの、こういう、うん、で、その下に石をくっつけるの。はい、岩タイプ。岩タイプっていう感じ。ちょっとやってみ、書いてみ一回。ちっちゃいからぐしゅって潰した山。あ、そう。で、石を普通に書く、そこは。口の順、あれね、口の書き順おかしいね。あ、そう。これ岩タイプね。で、前やったのあれだよね。100、あ、ま、いや、せっかくだ、100回で100。100。100もですね、まあゲームが、まあパズルみたいにできるんで、いて。あ、大丈夫。大丈夫。100あるじゃん。100で、これが、
が、あ、そうそうそう、あの上の1本抜くと何って白になって、しかも白のここを取ると日、そう、日曜日の日になるよねっていう、まあ、こういうのもあれかなと思ってます。映ってるモザイク大丈夫大丈夫いいよいいよ。はい、という感じで今日の漢字は以上でございます。ということで最後に今日覚えた漢字2つで言ってく、あ、違う違う2つ発表してください。どうぞ。今日覚えた漢字は、あ、書いてくれる、えらい。石がちょっとおかしい、口を書く場所が違う。あー、シャってやって、そう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 。でもね、口の書き順気になるから最後もう一回書こうかな。シュってやって、あーそう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 、本当はこうにしよう、そう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 、そういうこと。薬やっちゃった。あともう一個の感じは、石ばっかりあれで、もう一個が焼きもち焼くで、なんで俺書いてくんないのって石ばっかりになっちゃうから。もう一個習ったら何、今日何だっけ、石の前は、おお、そう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 、オッケーっす。はい、ということでお疲れ様でした。